ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。三つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。私と組むの？先に言っておくけど、初心者に合わせてペースを落とすようなことはしないよ。ジンさんがいれば安心できる。そう言いたいとこだけど、そればっかり言ってたらダメだよね。だってジンさんはいつも真っ先に動こうとするから、たまにはゆっくり休んでほしいんだ。そしていつの日かジンさんに私たちがいるから安心してって言えるようになりたいの。図書館司書のリサよ。私に聞きたいことでもあるの？かわいい子ちゃん。荒野にいる怪物たちの資料かしら？図書館にたくさんあるわよ。元素による優勢をうまく利用することが勝利をつかむコツね。そうだ、図書館でアルバイトをする気はない？最近雑用、あ、いえ、使い走り、あ、いえ、支援の人手が足りないのよね。風の翼の扱いがかなりうまかったな。どこで学んだんだ？眼帯。なんだ、俺のことが聞きたいのか？そういえばちゃんとした自己紹介がまだだったな。失礼。俺は騎兵隊隊長ガイアだ。今手をつけている問題が解決したらまたゆっくり話そう。いい場所を知っているんだ。
風の翼の扱いが大団長は今遠征中だ。だから副団長のジンが代わりに団長の仕事を引き継いでいる。これが代理団長と呼ばれる理由さ。大団長がここを出ていくとき5分の4の騎士を連れて行ったから、代理団長に残されたプレッシャーもおのずと5倍になった。そう考えるとジンも大変だよな。私たちの誘いを受け入れてくれたこと感謝する、旅人。偵察騎士アンバーが君のことで誤解したと聞いた。彼女は責任を果たそうとしただけだ。どうか許してほしい。そうだ、時間があったらアンバーと話してみるといい。私たちの誘いを受け、風魔竜の体や力の異変に関して確かにおかしな点がたくさんある。しかし騎士団にとって今回の襲撃による余波を落ち着かせることが最優先だ。団長から騎士団を預かっている身として、私は団長、そしてモンドの人々の期待を裏切ることはできない。真相をはっきりさせないと。風の翼の扱いが、ああ。私と組むの？先に言っておくけど、セピロス騎士団の新人として風に対する理解は必要不可欠だよ。風の翼の上級特訓なら私に任せてね。図書館司書のリサよ。私、風魔竜に対抗する方法ね。残念だけど一人じゃ叶いっこないわ。あの体にある膨大な風の魔力を見ると、簡単に倒せるような生物じゃないってことがわかる。時間があったら元素魔法の基礎を教えてあげる。そしたらあなたもその力について少しは理解できると思うわ。これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。なんだ？そこにある。自分で選ぶといい。欲しいものがなかったらオーダーメイドもできるぞ。オーダーメイドできるんだ。当然だ。販売、オーダーメイド、精錬、すべてこの鉄工房の仕事だ。お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。この付近で鉄が見つかりやすい場所を教えるよ。鉄を持ってくれば製造してやる。礼はいらない。仕事に戻るよ。なんかイライラしてる。邪魔したのかな。
された四風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、あ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。モンドの人々はまだ一秒たりとも待たせたくない。早く神殿に行こう。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部。状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。
あれって火薬が詰まった樽だよね。うん、矢で撃てば起爆できると思う。頼んだわよ。の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだ。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。
風の塊みたいなもんだ。風たちの地にある七天神像に行こうぜ。それを神に捧げるんだ。ほらほら行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。天神像の祝福を感じたか。モンドの人たちはそれを失われた風神の瞳って呼んでるんだ。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目として作られた宝石をツバメが加えて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め、加護を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら、心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっともっと。
たか。近くに来てくれ。何か匂うか。この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつなぐ中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ああ、賑やかだが危なくはない。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ、神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきて。経験だよ。こいつはどうだ。そうだろ。どうやって元素の力を使ってる。不思議な現象だよな。おとなしく仕上がれ。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。陣から称号をもらって騎士にならないか。これ
いつはどうだ。この瞬間、お前は永遠。こいつはどうだ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるから、そこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきそんな。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。面白いものを探しに行こう。
え、こいつはどうだ。飲んだわよ。もう逃げ道はないよ。
危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。基本的に肉体労働と頭脳労働以外のことかしら。それ以外に何が？私も少し本気を出そうかしら。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。逃がさないわよ。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。しびれなさい。は？しびれなさこれは、お仕置きよ。水に濡れた敵に対して、お姉さんはすごいのよ。ここから上に上がりましょう。
やみつきにならないでね。しびれなさ。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じたイカ槌の火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。しびれなさ。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰って休めるわね。休めると思ったら俄然やる気が湧いてきたわ。東風の竜トアリン、南風の獅子ダンディライオン、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トアリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。あなたのこと見ているわ。はあ、やっと全部片付いた。これでモンドの元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか？もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろ。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。